はい、こんにちは。今日は野池に来ております。もうだいぶ暖かくなって春ですね。超ポカポカ。とりあえずクラッシュナインでやっていきます。カラーはお気に入りのバスカラー、これでやっていきます。リプレスモード B。 今日は野池ランガンデーです。まあざーっと池の感じを見てみましたけど、三重バスはほとんどいなかったですね。ちっちゃい小バスがめっちゃおったけど、まあそこそこサイズのバスは全然いませんでしたね。サイトとかできればね、面白いけど。結構ね、春ね、みん自分の周りでかいバス釣ってるけどさ、もう全然あんま春を満喫したことないですもんね。まあ頑張ってやっていこうと思います。野池を移動してきました。この辺から魚、これ一緒、草が草が草が、釣れんの。春やけんって言ってもそう簡単には釣れんの。まあしゃあない。ここがこうね、岸際釣ってやっていきましょう。いい感じとは言ったもの、よいしょ、OK、あ、着水音か。ちょっと膨らんだとこいいね。チェイスも何もなし。釣れそうけどな。岸に寄せながら、ここのシュアラインマジついてそう。もう一度下にブレークみたいになってるんか。から煮ごろでいきます。ゆっくり岸に寄せていくような感じで。うわ、絶対バスや。最近ね、ラインの使い方が前と変わってきて、前はこう投げて、こい、前はねパンパンって左右に結構飛ばしながら瞬発性を出して使ってたのを、最近は割とスローに使うことが増えました。スースーって感じ。瞬発性もほとんど出してないですよ。来た、もう今食ったやん。見えた今、あそこ。そう、言いよったらほんと来たやん。さっきの
ポイルットバスか。あ、服張りがかり下っぽいな、なんか乗ってはないよね。ただはい、動画の途中なんですけど、募集ということで、まあ今年はですね、バスレース、まあショーツにバス釣りあるあるだったり、ストーカーだったりを、常に載せてるんですけど、今年はですね、見てもらってる、全国の皆さんのバス釣りあるあるだったり、ショーカーの方を募集しております。YouTube に載せてもいいよっていう方、普段から動画を撮ってる方、動画を提供してくれる方、自分の DM の方に動画の方を送ってもらえると助かります。YouTube で思い出として残すのもありなのかなと思うので、ぜひね、この機会に動画を送ってもらえると助かります。それでは動画の後編どうぞ。転ばんごとしよう。よいしょ。めっちゃ浅い。ガンガン今ボトム当てようっすよ。これ横横でもいいな。反射して見えん。マジうわ、かわいち。やばい。やったー。木がうざい。そんなサイズはないですけど。ゴー使ったっすよ。波紋で出すもん。あー頑張った。いいライスバスです。イエーイ、あざーす。いやー今年初ナイン。初ナイン。いやマジ投げ続けたね。この前ナインで一回バラしたんですよ。あーそれクリークやったんですけど、ちょっとやっぱどうしてもナインで釣りたかったんで。よかったね。そしてプリ。あーでもすごいいいバス。ちょっと今から長さとか測っていきましょうかね。はい、話します。ちょっと待って、話しますよ。うい、重っ。あーでも1700、あ1750か。1750。その魚何ですか。バスです。あざます。よし、来た。よっしゃい、やっぱおったね、ここに。おお、引く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 。よいしょ。ああ、やばい。あ、でもしっかり引くか。ああ、やばい。一本外れた。やばい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 、待って待って待って。
よし、切ったやったね。メスかな、アンダートのメスって感じやね。ふい、しゃ、来ました。クラッシュメインでサイズまだ測ってないですけど、いい魚、歯池らしい魚。アフター回復系かな、ちょっと荒れてるんで岸に寄せながら巻いてズドーンってきました。いや気持ちいいバイトだった。理想通り岸に寄せてズドン。しゃ、ありがとう。今日も最後まで動画見てくれてありがとうな。おすすめの動画はこちらになってるからぜひチェックしてせーの、ご視聴ありがとうございました。この動画がいいと思った方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。失礼します。ウェー